リヴァイ兵長。お前か。今日はエレンのやつと一緒じゃねえのか。お互いの任務もあるので。でも私がついていないとエレンはきっと早死にしてしまいます。あなたの班にいるときはあなたがきちんとエレンを守ってください。あのガキの重りは俺の仕事だが、やつはお前に念押しされなきゃいけないほどひ弱なのか。あいつが暴走したときは俺が処分する。ひ弱ならひ弱で楽に殺せそうでいいがな。このチビは調子に乗りすぎだ。いつか叱るべき報いを。何ブツブツ言ってんだ。クソでも我慢してるのか。あれ、二人で何してるんだい。エレンがどうとかって聞こえたけど、巨人化の話？水臭いな。私も混ぜてよ。あ、そういえばミカサは最初に巨人化した直後のエレンと出くわしたんだよね。あ、はい、トラストクで。私も見たかったな。リヴァイも彼が部下だから近くで観察できるだろうし。ああ、二人とも羨ましい。相変わらずだな、クソメガネ。